ちょ、今さ、家帰ってきてんけどさ、電気がさ、止められてさ、つかんのよ。いや、これ、マジやから。もう暑すぎてさ、ほんまサウナみたいで、ちょっともうおられへんから、外出ようかな思ってんけど、鍵がどこ置いたかわかりません。だる。いや、外の方が1億倍涼しい。マジで。ほんま死ぬかと思ったもん。で、そうこうして、ほんまもうお風呂入って、帰ってきたらマジサウナみたいやって、で、そのまま寝ようと思ってんけど、これやん。で、イライラするやん。腹減るやん。ですよね。いや、電気代払わなあかんなって思いながらも、いや、まぁ、ちょっと、最近ちょっとね、出張とか、で、休みの日も、すいません。ちょっと、遊びすぎました。すいません。バカやなぁ。この年になって電気が止まるなんて。とりあえずちょっと充電もね、したいから、お金払うて、充電できるとこ探しますわ。で、飯。もうちょっと満喫とか行こう思ったけど、もうええわ、と思って。もうええわ、もう。家で寝たるわ。サウナの家で寝たる思って。で、もう、爆量の、コンビニの飯買うて、はい、食べます。俺は怒った。おこです。いやけどね、このね、すごい量の、コンビニのね、ご飯を、まあ、一つの袋にまとめてくれたんやけど、そのまとめてくれた方がね、ほんまごめんな、ごめんなって言いながら、めっちゃ綺麗にまとめてくれたんよ。あっぱれ。あっぱれクラブ。ドアッパレ。おい、帰ったぞ。さあ、帰ってきました。めちゃくちゃ買ってきたよ、ほんまに。ほんまにめちゃくちゃ買ってきた。まずは、僕の大好き豚ラーメン。あとね、僕ずっと、こう、冷やし中華を、冷やし中華をね、ずっと食べたかったんよ。冷やし中華でしょ？で、あっつ。何やこれ。これね、見えへんのよ。多分ね、麻婆なんとかみたいな。まあ、麻婆チャーハン。うん。ロコモコ丼。と、さっき言った豚ラーメン。と、やっぱりちょっとね、ほんま熱いんよ。ロックアイス。ね、電気が止まるイコール冷蔵庫も止まってるから、茶がぬるい。茶がぬりんよ。やっぱりちょっとね、冷やし入れとかなあかんでしょ。何でも冷やしは大事よ。冷やしをちょっとね、もうこのロックアイスで。ああ、うま。冷たい茶、うま。あと、熱ないけど、熱さまシート。
もうこれ貼りまくったろかな、思って。やばい、マジ熱い。痩せちゃう。痩せちゃうよ、これ。ちょっと、冷えピタ失礼します。すいません。冷えピタ。お、取れた取れた。あ、気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。ちょっと T シャツもちょっと、脱ごうかな。暑いんよ、ほんま。これわからん、わかちょっとわかる？ちょっとわかるか。ちょっと冷えピタ、冷えピタ貼ったらいいかな。大丈夫かな。やっぱり全身冷やさなあかんでしょうね、これ。ほんま。耐えられへん。これいけ、大丈夫かな？まぁ、ちょっと何しか腹減ったんで。これは、ロコモコ丼から、ちょっと、食べますね。まあ、腹立つわ。これね、多分バッシャーンってこぼれるやつなんよ。気ぃつけた。これ見て、これ。めっちゃうまそうでしょ、これ。すっげえ匂いしてるもん。ほんまに。見た？今の。見た？見えた？おっきいハンバーグがゴロンと入ってて。これ何やろ？芋みたいなやつ入ってる。多分これ芋やわ。ちゃうか。ちょっと食べてみますわ。いただきます。え？何やろ？これ。芋ちゃうぞ。あ。ちゃうわ。ロコモコやから、あれや。目玉焼きや。せやな。芋ちゃうわ。わからんなぁ。うまっ。ああ、おいしい。これやったら完食したかどうかもわからへんのじゃん。使えるな。あ、そんなにこうなんか酸味の効いたデミグラスというより、ちょっと甘めの、こんなんペロリンチョよ、ほんま。なんか人参らしきものもゴロッと入ってて、うん、玉ねぎも結構でかいの入ってる。言うん忘れた。ドスコイプレイボーイ。はい。
ちょっと急いで食べなね、充電もないよ。麻婆チャーハン。やば。ちょっと汗ばんできたから、ヒエピタの粘着力が弱なってきた。おいしそう。ほら。しまった。飯系二つ連チャンで行ってもたから、最後残るんが、豚ラーメンと冷麺になってまう。しまったな。これ後にしようか。ちょっと冷麺行こうか、冷麺。すいません。ちょっとさっき冷麺。これはむずいぞー、作るん。もう何が何やら分からへんからね。なんかいっぱい入ってんもん。これなんや。このちっちゃいやつ。生姜？冷麺に生姜って入る？あぶな。床に。床にぶちまけるどこやったわ。で、具材も多分ハムとキュウリと、もやしと卵とわかめと、これなんか真ん中になんかあんねん。何かわからんけど。真ん中にね、何かおるんよ。じゃあちょっと冷麺を、ドスコイプレイボーイ。あ、プレイボーイ。もうずっと食べたかったんよ、冷麺が。ほんまに。あ、ちゃうわ。生姜ちゃうな。これ、からしやな。冷麺といえばからしやもんね。ほら、どこにからしがあるかわからへんよ。急に来るよ、この辛いのが。あ、夏やわ。そもそも冷麺自体あんまり食わへんのよね。ただ今年なんかめちゃくちゃ冷麺が食いたなってきて。辛いんとこや。あぶな。めっちゃ涙出てきた。飲み込んだもん。口に入れた瞬間これやばいと思ったね。まさか二口目で来るとは。混ざらへんなぁ。暗闇じゃ混ざらへんなぁ。混ざらへんからさ、ハム食ったらハムの塊やねん。オンリーハムや。だってこのロックアイスあるやんか。もはやロックが溶けて水になってるからね。それぐらい熱い。あ、危ない。あ。危なく見えたけど、全然大丈夫やった。
わからんよね。デコの冷えピタまで剥がれてきやがった。冷えピタが冷麺に使ってもた。わからんよねー。見えてる？見えてないよな。最後ほぼキュウリとからしキュウリとからしやった。声なんか変になったやろ。からしやねん。これ全部飲むのは危ない。こぼれちゃう。じゃあ僕の大好き豚ラーメン、ね、これ美味しそうやろ。深夜に食う豚ラーメンほどうまいもんないよ、ほんまに。うん、神がかっとる。これはほんまに。暗闇でもうまいもん、マジで。だから多分どこで食べてもうまいんじゃない、この豚ラーメンって。どんな過酷な状況ですら、多分豚ラーメン目の前にしたらみんなすごい元気になると思う。縄跳びの跡とか。わからんよね、暗闇じゃ。何言うてるか。うん。で、さっきの麻婆チャーハン。ちょっとピリリとしびれの効いた、うん、あ、結構辛いこれ。うまいわ。汗かくやないかこれ、辛すぎて。熱い言うとんねん。やばい、余裕で食えてまうな。左のパイオツの熱さましいとこ、冷えピタくんが落ちました。グッバイ。あれなんかな、やっぱりこう暗闇で食べるやん。ほんならこう視覚的にあんまりこう飯の量分からへんやんか。
だから意外と食えちゃうんかな。だからみんな暗闇で食べたら結構食べれんじゃん。知らんけど。出るよね、暗闇じゃ適当な言葉が。誰が見るんやろ。ほんま今日ね、この前文福飯店行ってきたんよ。でその話をしようと思っとってんけど、ケトルの湯がつかへんやん、電気ないから。あとスープだけやけど、スープはいらね、今日は。いや、このチャーハン食いながらスープ飲むかな。あと充電が 15%。 もう暗闇やからやりたい方でしょ。あ、やばい。で最後シュークリーム、このとろけるシュークリームがね、これがまあまたうまいよね。このうあやっあぶな、うん、セーフ多分。でこのカスタード、これほらね、美味しそうでしょう。うん、たまらん、美味しかった、ごちそうさんです。タバコがブワーってこぼれて、お茶の中にタバコ入った？入ってない？ギリギリセーフ？セーフ。セーフ。あ、プレイボーイ。というわけで、暑い部屋の中でさらに体が熱くなって、まあこれから寝なあかんっていうところやねんけど、もう買ってきた冷えピタを全身に貼りまくって、で、このロックアイスを、ロックアイスで顔を洗って、うわ、寝ようかなと。じゃあおやすみ。いい夢見ろよー。